こんなとこにいたのか。もう逃げられないからな。逃げられないのはどっちかな。え？そろそろ姿を見せてやれよな、マレフィセント。お前は？私の計画を邪魔する者は許さない。これは挨拶代わりだよ。ん？キーブレードか。はあ！所詮こんなものさ。これでこの世界は私たちのものだよ。さあ、ハートレスたちよ、すべてを闇に沈めてしまえ！ああ大丈夫か？リク、ミッキー、マレフィセント、君もデータの世界に来ていたとはね。データの世界？そんなことはどうでもいい。すべては俺様の活躍のおかげよ。お前たちが何か始めようとしてると聞いてな、マレフィセントの命令で城を探りに来てたのさ。そしたらだ、モニターから光が！うわっ！俺様も不思議な光に捕まっちまった。気がついたら俺様だけ変な場所にいたんだ。マレフィセント、見てるか？見てたら来てくれ。気安く呼ぶんじゃないよ。なんだいここは。よくわからねえけど、いろんなところに通じてるみたいだ。世界を手にするのに使えるんじゃねえか。確かに面白そうな場所だね。その後、いろいろと中を調べ回ってな、ここがお前たちの城とつながった別の世界だってことを知ったのさ。おっと、言い忘れてたが、外の世界への道は俺様が独り占めさせてもらったぞ。道を奪ったのはお前だったのか。心配はいらないさ。いずれどの世界も闇に染まる。まずはこの世界を闇に染めて、ハートレスたちを外の城に送り込んでやるとするかね。僕たちの城に？眠りの時は終わり、私は今こそ全ての世界を手に入れる。でもね、お前たちのせいで世界は眩しすぎるのさ。だから今度はお前たちに眠ってもらうよ。世界をお前の好きにはさせない。無駄さ。リク！な、け、て、ぬ、が、ぬ、く、な、ハハハハハハハ。所詮お前も闇の存在。闇は闇に沈む運命なのさ。
こいつはもらっていくよ。いろいろと役に立ってくれそうだからね。残念だったな。これでもう手も足も出ないだろ。ガリク。